林ひろしの素敵はっはっ歩く僕は歩く僕は歩く僕は泳ぐ僕は泳ぐじゃあ今度ここ帰るよ猫が走る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 猫が踊る猫が踊るさくらさんこっち見てたぞ猫が踊る猫が踊る猫は歩く猫は歩く猫が泳ぐ猫がねえねえ猫なんか泳がないよ、うん、あれ猫ってものすごく上手なんですよ、猫泳ぐの。え？ほんと。水の中にいるとね、シャ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 と泳いでっちゃうよ。魚は走る。魚は走らない。魚走らないか。浜だ。え、魚走るよ。魚は踊る。魚は踊る。踊るか。ママ、エビに乗らかないの。魚は歩く。魚は歩く。魚は歩きますか？うん、歩くよ。ありませんよ。魚は泳ぐ。魚は泳ぐ。はい、じゃあ今度は林にしよう。林先生ですよ。林が走る。林が走る。走る。走んない。林が走る。林が走る。林が踊る。林が踊る。こっち見てないとボール飛んでいくぞ。みかん。わあ、あっち行っちゃった。いくよ。1、2、の。ふぅー。おー、上手だ。おー、上手だ。ボール取っちゃった。よし、ちょうだい。かやし。ああ、ありがとう。これでまたボカン、ちゃんと座ってないとボカンと飛んでいくぞ。林が踊る。林が踊る。林が歩く。林が歩く。林が泳ぐ。林が泳ぐ。泳ぐ。泳ぐ。じゃあね、この中で4枚。昼と夜と雨と雪。大場さん、どれにしたい？じゃああなたはどれにする？昼と夜と雨と雪。朝がいい。朝がいい？じゃあ朝にしよう。はい。じゃあ山と川とビルと家、どれにする？家。家にするか。よし。子供と林と幽霊と鳥、どれにする？幽霊。幽霊にするか。幽霊にしよう。走る、踊る、飛ぶ、泣く、どれにする？泣く。よし、じゃあお話作ってあげよう。ちょっと待ってよ。いつだったかな？朝だった？そう、ある朝のことです。お日様が山の向こうから登ってきました。向こうから登ってきました。どこだ、どこだった？お家。お家か、そうそう。朝になってお日様が登ってくると、お家の中が賑やかになってきました。お家の中には誰がいた？お化け。あ、お化けがいたのです。お化けがお腹すいた、朝ごはん食べたいよと言っていました。そしてそのお化けはどうしましたか？飛んでいっちゃった。飛んで、先飛んでた、いた。うん、泣いた。あ、お腹がすいたよと言ってお化けは泣いていました。そうだよ。お話できたでしょ。もうだって帽子かぶってる。じゃあ今度他のにしよう。朝にする、夜にする。じゃあ今度ね、桜田君にみんな選んでもらおう。朝か夜か雨か雪、どれにする？私も雪。雪か。よし、じゃあどこにする？山にするか川にするか町にするか家にするか。家。山。山にしよう。お化けにやる方、桜田君にやる。山な。子供にするか、林にするか、お化けにするか、鳥にするか。鳥。鳥。鳥でいいか。え、じゃあ、何をしたのかな？走る、踊る、飛ぶ、鳴く、どれにする？飛ぶ。飛ぶか。よし。じゃあお話作ってあげよう。いつだったかな？雪？あ、雪のはね、しんしんと降る寒い夜のことでした。
北風がピュー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 と吹いていました。どこだった？家。じゃ家なのか。山山行ったよね。山の中はとっても寒かったのです。雪が降って寒かった。いや寒かったの。雪が降って、で誰だった？鳥。あ、そう、山の中に鳥さんが住んでいまして、鳥さんが寒い寒いと言っていました。寒いよ寒いよ。そして、鳥さんはどうしたの？飛んだ。そう、こんな寒いなら外を飛んでた方がいいと言って、鳥さんは空を飛びました。な、お話できただろ。じゃあ先生がこれからお話をします。じゃあよく聞いててくださいよ。今度は先生話しますからね。どんな話かよく聞いててください。隣同士のカエルというお話です。2匹のカエルが隣同士で住んでいました。隣同士といってもすぐ近くではありません。1匹は道からずっと離れた深い池に住んでいました。もう1匹は道の上にできた小さな水たまりに住んでいたのです。池に住んでいるカエルは水たまりに住んでいるカエルのことを心配して、こちらへ引っ越してきなさい、ここなら安全だからと勧めました。ところが水たまりのカエルはずっとここに住んでいるのでよそへ行く気がしませんと言って、池には行こうとはしませんでした。するとある日、その道を車が通って、水たまりのカエルは車にひかれて死んでしまいました。もう一度読みますからよく聞いててください。隣同士のカエル、2匹のカエルが隣同士で住んでいました。隣同士といっても住む近くではありません。1匹は道からずっと離れた深い池に住んでいました。もう1匹は道の上にできた小さな水たまりに住んでいたのです。池に住んでいるカエルは水たまりに住んでいるカエルのことを心配して、こちらへ引っ越していきなさい、ここなら安全だからと勧めました。ところが水たまりのカエルはずっとここに住んでいるのでよそへ移る気がしませんと言って、池には行こうとしませんでした。するとある日、その道を車が通って、水たまりのカエルは車にひかれて死んでしまいました。大場さん、一匹のカエルはどこに住んでいましたか？川にいた。本当、先生、川なんて言ったかな？言ってないよ。どこに住んでるった？水たまり。一匹は水たまりだ。もう一匹はどこにいたの？海。先生、海なんて言った？海なんか言ってないよ。じゃあもう一匹は水たまりでしょ、うん、もう一匹はどこに住んでたの？大きいね、川。川だった？うん、川なんて言ってないよ先生。川って海の。一匹は水たまりに住んでたでしょ、うん、もう一匹はどこにいたの？もう一回読んで、もう一回読むの？じゃあもう一回読んであげるから、うん、いい？ちょっと眠そうだから投げるよ。いい、行くよ。ふぅ、投げてみろ。おお、よし、じゃあもう一回読んであげるからよく聞いててよ、うん、2匹のカエルが隣同士で住んでいました。隣同士といってもすぐ近くではありません。1匹は道からずっと離れた深い池に住んでいました。もう1匹は道の上にできた小さな水たまりに住んでいたのです。池に住んでいるカエルは水たまりに住んでいるカエルのことを心配して、こちらへ引っ越してきなさい、ここなら安全だからと勧めました。ところが水たまりのカエルはずっとここに住んでいるのでよそへ移る気がしませんと言って、池に行こうとはしませんでした。するとある日、その道を車が通って、水たまりのカエルは車にひかれて死んでしまいました。